こんにちは。今日はですね、あの時のドネア・リゴンドだったらどうなるシリーズをね、ちょっとぶっ込みたいと思います。まあね、今でこそモンスターは全盛期なのか何なのか僕は分かんないですけど、これから来るのか、でも年齢的にもね、もう美味しい時期なんじゃないかなと、一番ね、その35で引退するってなってると、やっぱり30、今から33ぐらいまでなのかなって、その選手生命としてはね、ピークで入れるのは。で、34ぐらいでちょっとこう、衰えたかなって感じて、で、ちょっと危うくなって、35で引退しますっていう形なのかな。まあ、でも、個人的に、早い気がするんだけどね。35だったらまだ全然やれるよと。今の時代は。昔は分からないけど、今の時代はね、まあやれるなという印象を受けるんですよね。はっきり言って。40ぐらいまではやれるんじゃないのかなと。まあちょっと話なくなっちゃいましたけど。で、今日はですよ。あの頃の、ドネア・リゴンドですよね。だそのスーパーバンタムとか、ドネアがバンタムにいた頃の、モンティールをやった頃の、ドネアだったらどうなってたのかっていう話をよく耳にするじゃないですか。って言ったところで、あのモンスターを持ってしても、そうですね、スーパーバンタムでドネアがやった時のリゴンドとか、なんだっけ、下田さんを KO した、リコラモス。リコラモスとやった時のリゴンドを見た時の衝撃が半端なかったんですよね。あのリゴンドと井上尚弥選手ってなったら、これ、好カードですよね。やっぱりなんだかんだ言っても、今のリゴンドと、モンスターが、試合組まれたら、試験ですけど、これは、KO で勝つと思うんですよね、モンスターが。やっぱりその理由として、リゴンドー選手の、ファイトスタイルがね、こう最近打ち合うようなファイトスタイルに変更されたじゃないですか。ロマチェンコ以降だと思うんですけど。で、リゴンドー選手がね、その不良制覇選手とかの試合とか見てても、やっぱりね、こう結構被弾するところもあったりとかね、それは打ち合ってるからだとは思うんですけど、でその戦術で来るんだったら俺は井上尚弥選手が有利かなとは思うんですけど、でもそのような手は取らないとは思いますけどね。リゴンドー選手が、井上尚弥選手の土俵で戦うかっていうと、そうではないとは思うんですけど、でも言ってもやっぱりこのアッパーとかさ、もうこういうのはもうまだまだなんか衰えを感じさせませんけど、でもやっぱり今現在だったら井上尚弥選手だと思うんですけど、スーパーバンタムでの頃にいたリゴンドだったら皆さんどっち勝つと思います？いや、俺はね、 100% 尚弥とは言えないですよ。ボタンを押せないです、ここは。10回やって、いやー、どうですかね、勝てる確率。俺はですよ、あの頃のリゴンドとモンスターがやってたら勝てる確率10回やって3回ぐらいだと思います、これ正直。7-3ぐらいで俺はリゴンド選手有利かなって思いますね、あの当時のリゴンドだったらね。と、あとファイトスタイル、噛み合うか噛み合わないとかってあるじゃないですか。多分今まで井上尚弥選手はあの手の選手とやったことがないと思うんですよね。ああいうボクシングをする選手とは。それであのスピードに多分苦戦するかなってか、見たことないとは思うんで、プロに入って。アマチュアはわからないですけど。で、天川選手曰く、リゴンドってパンチがものすごいあるっていうじゃないですか。ハンマーで叩かれてるような。だから、面白いなと。思って、もうこの、世代を超えたじゃないですけど、この一戦をね、ちょっと上げてみました。やっぱりね、日本人が誰が好きかって言って、やっぱドネア・リゴンドじゃないですか。その、
近辺、名古屋選手近辺の階級で言うとさ、うん、で次はドネア選手ですよね。あのドネア選手と、去年繰り広げましたけど、あのドネア選手が、モンティエルを KO した時くらいの、あのなんていうんですかね、勢いのあった頃のドネア選手で、もちろん今も強いですけどね、その老快さとかボクシングの幅という面では今も強いで、当時も強い、まあ、どっちもその良かった部分悪かった部分であると思うんですよ。まあ、これはどの世代にもいるとは思うんですけど、ってなった時にこれは自分は五分だと見てます。この頃のドネアってやったら五分だと思いますね。うん、で逆にドネアが井上尚弥選手を完全に抑えられるかっていうと、まあ、そうとも限らないけど、うん、五分か、まあ 5.5 か 4.5 でちょっとドネアかなっていう気がしますね。うん、やっぱりあのドネアのスピード、うん、っていうのとやっぱ印象が大きいですよね。うん、あのモンティエルを倒した時もそうですけど、その後のなんだ試合とかもすごかったじゃないですか。うん、西岡選手との試合とかも、もうだって西岡選手が何もできなかったですもんね。もうずっとこうやってて、で左一本でいけたんですよね、あれ多分戦術的には。もう左ワンチャンにかけるけど、あとはもうドネアの左フックをもらわないようにってやってて、で左をずっと狙い撃ちにしてるけど、ドネアがそういう風にさせない戦い方になっててみたいな感じで、もうちょっとねレベル差をね、あの頃の西岡選手っていうともう日本のねボクシングの代表格みたいになってましたけど、もうその選手がああなっちゃうっていうんでね、うん、まあちょっとドネアを警戒してきたっていうの部分はあるとは思うんですけど、まあ、うん、ああいうのが大きかったですよね。うん、あれ見ていくと、うん、まあ、5分とかね、その、まあ、近い近辺ですよね、 5.5 4.5 ぐらいでドネア有利かなと。まあだから100、まあもう勝率100じゃないですか。うん。で、こないだ俺が上げたね、動画とかで、田中康生選手と井岡選手のこの三つどもえでやっても、やっぱもうね、どの視聴者さんのね、コンタクトしてても、勝率 100% 井上尚弥、うん、ライト級でワンチャン、みたいな感じになって、自分もそう思うんですけど、思ってたんですけど、やっぱりね、こう、太刀打ちできた選手って言えば近いところでねって言えばやっぱりドネア・リゴンドーなのかなっていう気がしたんで、うん、でその2人の照準を合わせてみてもやっぱり年齢とか世代がね邪魔するものがあったんで、うん、ちょっとじゃあ世代を戻してみようかっていう、まあ、あの妄想の話なんですけど、うん、で見た時にはリゴンドーだったらまとめると7-3かなと。うん、で、ドネア全盛期だったら、まあ、五分だけど、まあ、5.5、4.5、若干ドネアっていう感じで自分は見ましたね。でも、ほぼ互角ですけど、っていう感じですかね。皆さんのね、ちょっと意見もお待ちしております。以上です。